はいそれでは次にこの首周りのところ編んでいこうと思ってるんですけれども先に糸処理した方がいいかなと思うので後からでも全然大丈夫なんですけれどもこの時点で しちゃおうかなと思いますでこの肩のつなげたところとかはそのまんま肩のところに入れていただいたらいいと思うしちょっとここら辺とか私しちゃったんですよねえー、っとこの辺りとか裏こっちが裏になるので引き抜き編みでボコッとしてるのが裏になるので裏のところにシューッと入れていただいたらいいかなと思いますはいこれもそうですねでこういった感じの編み編みのとこですねこういうとこは こちらが裏側になるので、この右の方と、それから左の方に分けて入れていきたいと思います。うんと、何個か、こんな感じで入れて、で、入れてから一目戻って、またこう、何目か行って、一目戻ってっていう風にした方が、 適当入れるところは適当に入れてるんですけれどもこう一目戻って一目戻ってってする方がねあのちゃんと引っかかるというかこうここで止まったりとかするんですよね。なので毛糸とかだったらすごいあの何て言うんですか引っかかりがあるのでいいんですけどこの面とかだったらすごいスル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 ほどけていきそうな気がするのでなのでちょっとしっかりめにした方がいいかなと思います。 で、最後はこういった長編みのところにちょっと入れて、結構ね、グッと入れて、糸を割ってちょっと出します。このあたりにこう入れてるんですけれども、ここからこういってるんですけど、こうやってしてもなんかそんな、あの、全然大丈夫なので、はい。で、糸を切らないようにカットしてください。この生地をね、結構切っちゃうときがあるんですよね。私すごいドジなので。 <laughs> 切っちゃう時があるんですよね。ああやっちゃったと思ってちょっとつないだりとかやったりする時もたまにまれにありますので。はいで今こっちに入れたので次はこの左の方に入れた方がいいので左のところには同じような感じです。やっていきます。 はい、こんな感じで両方とも入れてみたんですけれども、全然入れたところとかはわかんないかなと思います。はい、こんな感じで右と左とか。まあ上と下とかあの2本あったら逆方向。まあ同じ方向に入れないようにですね。していただいて糸処理もしてみてください。で、それからやってからの方がいいかなと思うので、それからあの首周りのところですね。編んでいこうと思います。はい、それではですね。こっち後ろ身頃前身頃のところで。 ここのネックの内側のとこですねここのところを編んでいきますそれではここが長編みの頭になっていて一番端っここの長編みの頭ですねここのところにかぎ針を入れて引き出してきますでこっちは編みくるまずにも後で糸処理しようかなと思うのででここですぐに鎖を一つ立ち上げて同じ場所に と細編みを1目編んでいきます細編みをずっと編んでいきますで、段数マーカーをつけておいてでこれ長編みでこうずーっと編んでってるんですけどこのねあの方が編みのところだけは結構目がこう開いてるのでこの部分だけはここですねここは3目ぐらいいけるかなと思うんですねでここ一周一周ぐるっと細編みをずっと編んでってで次の2段目行く時にときにと うんとリブみたいな感じで編んでいこうと思っているのでその時の目数がですね2の倍数であれば何目でも大丈夫なので別にこれ多分個人個人によって穴の場所って違うと思うんですよ穴というかこうやってして空いてる場所とかが。なので適度な感じに同じ感覚で細編編みを編んででいいいいっていただければいいですでここなんて長編みのこう頭になってると思うのでこういった場所に入れたり。 で、次の目。もうこのまんま、長編みのところを編みくるみつつ、もう編んじゃ、編んじゃおうかなと思います。こんな感じですね。適度な感じで。ちょっと目数はね、数えてもらわなきゃいけないんですけれども、ちょっと10目ぐらいいったら、ダンスマーカーつけるとか、こう、目数を分かりやすいような感じでしていただいて、30目ぐらい行ったら、ダンスマーカーつけるとかね、していただいて、最後ぐるーっとここを、 ここぐるーっとこうずーっと編んでいってもらうんですけれども、その合計の数が2の倍数であれば何目でも大丈夫です。で、こういうところもね、あの適度な感じで入れてみてください。ずーっと入れてもらって、で、ここの後ろ身頃のところのネックの部分あると思います。ここのところはね、もう細編みを一つずつ長編みの頭に入れていったらいいので、長編みの頭一つずつに入れていくという感じですね。 あとはもう適度な感覚で入れていっていただいたらいいかなと思うのでぐるっと一周細編みを編み入れてみてくださいはいこんな感じでここのところぐるっと一周細編みを編んできましたそしたらこの糸がついたまんまでそのまま折り返してここのリブの部分を編んでいきますはいそれではですね鎖を123456と 6つ編みますで6つ編んで鎖を一つ立ち上げて1目め2目め2目めの鎖の裏山から細編みを順番に6目ずつ編み入れていきます。で今一つ編んだんですけど段数マーカーつけなくてもわかるかなと思うのでそのまんまつけずにいきます。はい6目分細編みを編み入れてきました。 っていうのが一番最初のこの目ですよね。ここになるので、その隣の目ここのところに引き抜き編みをしてちょっと移動させます。引き抜き編みで移動。移動したもう一つ隣、この部分ももう一回引き抜き編みで移動します。で、そのまんまの状態でまたこちらを向けて編んでいくんですけれども、今引き抜き編みで移動したのが、 この部分ですよね。2回で1、2と移動しました。こことここです。なので、次編み入れるのはここになります。ここからまた細編みを編み入れるんですけど、6目分ですね。そのまんま、引き抜き編みを2回して、またこう、くるっとこっちを向けます。そのまんまですね、2つ鎖、えっ、ー、と、引き抜き編みをしたので、まあ、それを飛ばした、 このところ、6目の一番最初のところですね。もうここから数えていってもわかるかなと思うんですけど、1、2、3、4、5、6というとここになります。ここのところに、また折り返しで細編みを編んでいきます。で、リブ編みにしたいので、上半目1本だけを細編みを編んでいくという感じです。 はいこんんな感じで6目編んで編きましたそしたらここのところは鎖を1つ立ち上げてまたくるっと裏を向けてそこからまた順番にですね前段の細編みの上半目を取ってリブ編みなので細編みをまた6目編んでいきます。こんな感じで6目分編んできました。 で、ここのところが編み入れたところになるので、こっからこう見ると、ここに入ってますよね、ここのところ。なので、その隣、ここに引き抜き編みをします。2回しなきゃいけないので、今1回して2回目引き抜き編みをします。そしたら、またこれをくるっと向けて、6目分このまんまで細編みです。なので、1、2、3、4、5、6というとここですね。ここの上半目に、 細編みをしていくという感じでこんな感じで編んでいきますはい、こういった感じでずっと編んでいくとこのリブができるんですねでちょっとわからない方は一番最初のところタイムコードが貼ってあるのでポチッと押していただいたらまだここからスタート スタートここからですよね編み方がスタートしますのでわからない方はもう一度巻き戻してみていただいてこのままずっとですね結構長いと思うんですけれどもリブ編編みをを前立ての部分を編んでいきますはいこんな感じでここまでずっと編んできましたで一番最後はですねこれ2目残っているので最後にま引き抜き編み2回で移動します。で くるっと向けてここのところまた6個ですね細編みを編んでいきますはいこれで一番最後まで編むことができましたそしたらですねちょっとここで一旦糸を置いておこうと思いますでちょっとしかまだ残ってないんですけれどもここでちょっと終わりにして このまま置いておいて、今度はね、脇のところをこう、かがっていこうかなと思うんですね。で、また新しい糸をですね、もう一個用意していただいて、で、それをしていこうと思います。はい、それではですね、ここの脇のところなんですけれども、こっちがですね、内側になります。この引き抜き編みがあるので、こっちが内側で、こっち側の表の方になります。綺麗になっているのでね。 でこんな感じで私はしようと思ってやったんですけれどもこれはもうお好みですご自分で羽織ってもらってこの脇のとこと腕のところの空き具合をちょっと自分でこううわーっとして <laughs> やっていただいたり鏡とかでね確かめていただいた方がいいかなと思うのでそんな感じでお好きな感じで空きを作ってください。でもうこっちの方はやっちゃってるんですけれども私はこんな感じでしました。 ここのところ、空きのところが、ちょっと今こんな感じになってるんですけど、こうやってしてね、揃えると、こう穴の空きがわかるじゃないですか。これの穴のところが、1、2、3、4、5、5つ目ですね。5つ目と、この3つ長編み分、この3つのこの上からずーっと細編みで編んでます。で、それから、こう腕のところをやってるんですけれども、この腕のこの部分もこうあったりとかするので、この空きと、 ここは5目スタートでこうずっとここと一緒な感じで編んであります。なのでこの部分もちょっと考慮していただいて秋の部分を考えてみてください。もうちょい上でもいいかこれは別に私はこの長編み3目で決めてるんですけど長編みのこの2目のところでもいいしこのねあのこのところではやめておいた方がいいです。長編みのどこかで決めていただいた方がいいかなと思うのでそんな感じで決めてみてください。 でそれからですね脇の部分をこういった感じで止めて合わせますで細編みで糸をつけて編んでいきますそれでは12345個と6個目のここからですね私はしたいと思うのでこの長編みのこの頭のあたりらへんですねここにちょっとかぎ針を入れてここから糸をつけてやります でこの糸はもうちょっと編みくるんじゃってもいいかなと思うので編みくるむ分だけ残してちょっと長めに残しておきますねそれでも鎖を一つ立ち上げますでちょっとキューっと引っ張って引き締めますねはいそれでは引き出したところにまずかぎ針を入れて編みくるみなのでかぎ針の上に糸端を置いてまずは一目細編みを編みますで その隣からもずっと端まで同じような感覚で編んでいただいたらいいんですけれども、この表身頃と裏身頃のこの穴の部分が綺麗になるような感じにして編んでみてください。もうその他はもう全然気にせずに編んでいただいたらいいです。感覚もどの感覚でもいいんですけど、私はちなみにこの全部の長編みを拾うんじゃなくって、ちょっとこう中に割ってですね、 長編みのところの足を割ってやろうかなと思います。ちょっとやりにくいんですけれども、こんな感じで、えっと、後ろも表もですね、後ろ身頃も前身頃も割って編もうと思います。このとこもね、こういった感じで足のところをこう割って編んだ方がなんとなくいいかなと思うので、割ってこういった感じで編んでいきます。では、端の方まで編んでいきます。 はい。脇の部分、ここからずっと細編みを編んできました。そしたら一番最後はもうちょっと鎖を一つ、こう編んじゃってから、それからカットしようと思います。はい。これでできました。 で、もう一方の脇のところも同じような感じで自分で決めていただいたところをずっと細編みを編んでいただいたらいいかなと思います。で、こちらが編めたら次はですね、裾の方をまた同じような感じで編んでいきます。はい、それではここ内側のリボンを編んだ時にまだ最後編み終わってから糸をつけておいてくださいって言った分があると思うので、これを利用して裾の部分を編んでいこうかなと思います。 で8目ぐらいがいいかなと思ったので私は8目スタートの編み方自体はここと一緒ですで編んでいこうと思いますはいそれではここから8目ですね123 4 56 78と8目編んで一つ鎖を立ち上げてから2目目の裏山ここから細編みを編み入れていきます で編み方自体はこれと全く一緒な編み方なのでここがねちょっとボコ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 してるのでちょっと分かりにくいかなと思うのでこの辺りまではねずっと6目分同じような感じでやっていただいてちょっとここの辺りだけあのご説明しようかなと思いますはいこんな感じでずっと編んできましたでこのボコボコしてたぶ部分なんですけどここの部分も適度な感じでこう入れていただいたら 大丈夫です。ここのとことか空いてるところですよね。で、また裏を向けて、で、また8目分。細編みの筋編みですね。これを編んでいくというだけになります。こんな感じでずっと編んでいただいて、で、ここのところをずっと行きます。で、ここの、 あの合わせた部分ここのところもずっと同じような感覚で編んでいただいて結構長いんですけれどもここの部分がずっと編んでもらってで最後は糸処理できるぐらいに残してカットしてこの裾その部分は終わりになりますで次は袖のとこですねまだまだあとこう袖の部分になるんですけれどもこれを編んだらおしまいになるのでまずはその部分ですね結構長いんですけれども頑張って編んでみてください。 はい。こんな感じです。その部分を全部リブで編んできました。そしたら最後に、この腕の部分ですね。ここの部分をやっていこうと思います。はい。それではこんな感じで同じリブの編み方でやっていきます。で、裏の方からじゃなくて、表の方ですね。こっち表面で、こっち裏面です。引き抜き編みしてある方を、こう内側にして、これでやっていきたいと思います。 まずは脇の部分に糸をつけてやっていきます。で、ちょっとここ合わさったところがあるので、ここのところすごいな。かぎ針がちょっと入れにくいんですけれども、無理やりこの辺りに入れて、で、糸処理できるぐらいに残して引き出してきて、もう鎖を一つ立ち上げちゃいます。で、この目数はグスめであれば何目でも大丈夫です。ご自分のお好きな感じで入れれる感覚で入れてみてください。 で今引き出したところに細編みを編み入れますで私は編みくるみながら進めますはい一目編んだらダンスマーカーをつけておくとわかりやすいのではいダンスマーカーをつけておいたらもうそこからはもうご自由にお好きな目数でちょっとやってみてください はい。108目私は編んできました。そしたら一番最初の細編みの頭に引き抜きます。はい。これでぐるっと一周細編みが編めました。そしたら次はリブと同じような編み方をしていきます。で、まずはですね、私は5目スタートでやってみたので、ここもお好みです。1、2、3、4、5と編んで、鎖を1つ立ち上げて2目目の裏山から 同じような編み方で編んでいきます。で、この編み方でぐるっと一周編んでみてください。はい、こんな感じでここのところをぐるっと編んできました。で、あともうここ一目残ってるんですけれども、一目のところにまずは引き抜き編みをして、で、一番最初に編んだ細編みのところあると思います。ここのところに一番最後にこう引き抜き編みをします。 そしてまた裏を向けてでまたここから5目分なので5目分細編みを編んでいきますはい5目編めましたそしたらここのところをこういった感じで火つけたいので一番最後はもうそのまんま引き抜き編みをしていきます まずあの端っこの今5目分の5目目のところですね。それとこの一番最初に編んだところの5目目のところ。ここのところに入れて、まずは引き抜き編み1回ですね。でちょっとキュッと締めておきます。で、すぐ隣のところっていう感じで順番にこの目をですね、そのまんま鎖です。このところ半目とかじゃなくて前目を拾って引き抜き編みをしていきます。 で、一番下のところも引き抜き編みをして、で、ちょっと鎖を1個してから、ここでカットしちゃいます。糸処理できるぐらいにカットして、スッと抜いて、ちょっとここを止めておきます。そうすると、まあ、ここのところは下の脇のところなので、まあ、そんな見えないかなとは思うんですけれども、こういった感じで、ぐるっと一周ですね、できました。 でもうでこういった感じで出来上がりになってこれあと糸の残りがこれだけなんですけれども何玉使ったかな1234567891011玉12玉目ですねに入って、まあ、半分ぐらいは残ってるかなという感じです。で あとはね糸処理するだけなので糸処理する箇所裏面の方に糸処理をしていただいてあと最後に大きさとですね測ってみたいと思いますはいこんな感じでリブのところも糸処理を全部してきましたで最終的な大きさを測っていこうと思いますまずはですね この袖口の部分を測っていくと、うーんと、たい60センチぐらいかなという感じです。で、この脇の下ですね、これで測っていくと、52.5、まあ53センチぐらいですね。約、まあそれぐらいで、ちょっと伸びがあるので、まあたいそれぐらいの大きさです。で、肩から下までいくと、52センチぐらい。 でネックの部分だと50センチまあ51センチぐらいかなという感じですお袖がない分、まあ、ベストみたいな感覚でさっと羽織っていただけるような感じになってるかなと思いますでこの内側のところ今こんな感じになってすごい綺麗に見えてると思うんですけれども t シャツ無地の t シャツとかですね羽織っと着ていただいてこれを羽織るとこの模様編みがすごい映えるんですよね無地の白色とかまあグレー ベージュとかまあそういった感じの色ですよね。白っぽい色を着ていただくとこういった感じで綺麗に出るのですごいねなんか今からの時期にすごい活躍しそうな感じではないかなと思います。ぜひ当ていただければ嬉しいです。はい今回の動画はいかがだったでしょうか。この動画が良ければ高評価それからチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。 さよなら。